はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はね、安倍元総理暗殺事件に関する話題になりますね。これ何て読むんだろうね、共作入突金っていうのかな、突金っていうのがね、視聴者の意義ありっていうね、コメントをちょっと拾ってみたいなと思います。はあ、今日はね、今のセカンドチャンネルのナスの動画ね、ちょっと今天気になったんで、撮影してアップするんだけど、もう春頃からね、同じグループなんだけど、河原の詐欺のやつ、あれがね多いよ、コンビ組んでね、いつもね牛ターゲットになってるんでね、よくある詐欺のやつね、カメラがちょっとあそこがあれだってますよってね、ちょっと立てみましょうかって、あれがねこれがねしてね、ぼったくり詐欺のやつあるでしょ、あれがねすごいんだよ、頻繁なんだよね。まあ詐欺に気をつけましょう、本当ね。うん、今年のファイナルなし、もうねファイナル最後にねもう一回買ってみたんだよ、もうボケちゃってああって感じだけど、もう終わったなって感じだね。でも寒くなってきたわね、今日はまだやっとあったかいんだけど、もう寒いと水分いらないもんね。はい、今回はねこんな内容です。こんばんは、お疲れ様です。共作入突金ね、あってるね、共作入突金と左を向いた時の共作突金による首元の変形画像を添付します。ウィキペディアから拝借しました。この画像を見ているので、T 博士某お医者さん M 氏の説に納得できません。左を向くと共作入突筋により首の内側は東北側からでは隠され、西側だと東側に貫通すると思います。南側の容疑者の弾はくぼみにはまり込みそうです。やはり僕のようなバカには理解できない領域なのかなってことだよね。いや、おじいもっとおバカなんで、何のことやらさっぱりわかんないですよね。で、これね、共作入突入金っていうのは、こういうのがあって、で、まあ、ぐるぐるってね、まあ、こういうのがあって、で、これ、ね、これなんだけど、で、いや、この内容を見ると、安倍さんが、うんってこう左向くと、この共作突入、でもさ、んって見てもないわけじゃないけど、おじいほとんど出ないよね、この公民極端だと思うよこれは、本当極端だと思うよね、わかる、普通そんなくぼみになるぐらいで、ね、出ないよ、もっとおじいちゃんとかおばあちゃんになればね、骨と皮になったら嫌でもね、まあ、まあ筋という骨だと思うけど、よく出てるけどね、みんなね、ちょっと表に出てこうやってスーパーへ行けばね、いっぱいくぼんでる人いっぱい見えると思うけど、まあ安倍さんどうなんだろうね。あんだけ拡大してみた限りそんなにくぼみ見えないけどね。で、この方が言うには左を向くと共作入突筋が出るので、南側の容疑者の弾はくぼみにはまり込みそう。
こっちからで容疑者の弾で、でもここに当たってこういったって書いてるんだから、まあこういった時にこの ここのくぼみにはまる、こっからこう入ったらこのくぼみにはまるだ、そのこの くぼみにはまるから、どうなんだろう、くぼみにはまるから何なのか、そっから先が知りたいんだよ。くぼみにはまりそうな気がします。で、ここら辺と目がここら辺に、傷があったってことなんだけどね、玉はこの上腕からこっから来てね、こうやっていって、なんか ここら辺でね、なんか止まってたっていうね。こうで、もう一発はこっからこの2つのうちのね、どっちかから当てる。こうだからもうここはもうこっち側からこういったし、ここら辺のやつが行くとしたら、でも今回の内容がね、わからないのが、その左を向くと共作流突起により首の内側は東北側から東北からではなは隠され、首の内側、西側だと東側に貫通すると思います。南側の容疑者は玉のくぼみにはまり込み症です。わかる？おじ、難しくてわかんねえな、これ。どの玉のこと、こっから入ってくる玉のこと、それともここら辺から入ってくる玉の、ここのこと言ってるのかな、ここで止まってたよっていうやつのこと言ってるのかな。こうだ、首のだ、教授はここって、あ、今ないかね、ここっつって言ってたよね。どうだっけな、よいしょ、いやー、ここにあるんだけどね、もうもうスプライト機能みたいに何百枚も重なってるから探すの大変だな。いつものやつ、あれもうなくなっちゃったかな、ないな、もう消えちゃったね、一生ずっと使うつもりだったの、間違って消しちゃったみたいなここってのね、いつも使ってんの、今見たらなかった、消しちゃったわね。大体ここら辺ってね、このまあ胸ね、当初のあれはこう胸を打たれたね、胸って言ったけど、まあ厳密に言うとね、あとなんだっけ、もう年を取るとここ出てこないんだよ、頸部ね、前頸部ね、真ん中とやや右寄りっていうね、なんかどこら辺かね、こうやって勇者で大体この喉の下の方の ここら辺にしてね、こうやってこうやって指さしてたよね、大体ここら辺の位置だったよね。ただ一般的に言うと打たれたのは胸ね、
まあ、首を打たれたというよりも胸の部類に入るよね。だいたいあのこうやってやったらさ、首をこしかれたって言わないでしょ。胸をこしかれたって、おいって言ったら胸をこしかれたって言うでしょ、ね、胸をしかれたって。だ本当ね、一般的な表現か厳密のあれかで変わってくると思うけど、だいたいここら辺なんだよね。ここら辺は全く関係ないと思うよ、本当。で、ここら辺から、下側からね、こう斜めに、要は、うんってなって、こうか、こうだから、こっち側から、下側からったのが、こうやっていってるけどもね、ここら辺からのが、こう、ここら辺から入ったのも、こうやっていってるっていう話なんでね、まあ大体ここら辺はあんま関係ねえかなっていうね、まあそんな感じじゃないかな、本当。うん、どんぐりじゃないからね、当たったのがね、ものすごい速度でパワーがある鉄の玉なんで、どんぐりみたいにね、この首の筋のくぼみにはまってさあ大変ね、土壌が出てきてここに縛ってはならないんで、本当だ、くぼみにパコンってはまったーってね、そうはならないよ、ね、おそらくね、まあ大体ここら辺からね、こう入った話で、まあ内側だろうが外側だろうが、こんなもの関係なくパンっていくっていうね、そういうことだね。筋肉はここらじゃないんで、これだけが筋肉じゃなくて、他のところにいろんな筋肉で覆われてるんでね、それを言い出したらもう全てのなんとか筋にはまります、いやここの内側のなんとか筋の方にもはまります、いやこっちのなんとか筋はどうなんだよってね、なんとか筋だらけになっちゃうんで、まあそれではね、まあ、なんとか筋の話はね、もう YouTube だったら有名な人がいるからね、所長なんとか金に任せてきゃいいと思います。はい、それだけで、これに関しては今までね全く話題にならなかったんだけど、まあまあでもこういうのも重要だよね、他の人が発想しないような内容をね、また編み出すっていうのもね、これも重要なことなんだよ、本当。いろんな仮説を立てる。ただ、この、言いたいことが分かんないんで、そこのルート上になんかくぼみがあるよっていう、くぼみから入ろうが入る前が、別にそこの場所で争うものが何もない。ね。だから どこを通過します、通過だっていうか、あまり関係ないんだよね。そこのルート上に何があろうが。ここのとこにはこのなんとか血管、大血管以外にも他の血管もあったんでしょうとか、いやなんとか筋もこう通ったんでしょうとかね、何があろうとも甘かげでここに神経があったんでしょうとかね、それも全く関係ないよね。でこの内容自体がこれが何を言わんとしてるのかなっていうのがちょっと分かんなくて、そのくぼみにはまろうが鉄の玉はそこでパコってはまらないね、柔らかいです、人間の方が。そういうことなんですね。はい、そんなわけでね、ちょっとおじいにはこの内容が難しいからちょっと分かったんだけど、この内容分かる方がいたらね、誰かコメントで訳していただければなと思います。難しい本当ね。はい、短い動画で終わりたいと思います。またね、バイバイ。